平成25年12月1日日曜日、北西市民会館で NPO 法人いなべ市文化協会といなべ市教育委員会主催のいなべ市市民祭舞台発表会が開催されました。この催しはいなべ市文化協会に加入している皆さんが日頃の練習の成果を披露する場として毎年開かれているものです。この日は前日に念入りなリハーサルを済ませた19のサークル、およそ230人が舞台発表を行いました。会場では幅広い年齢層の人が民謡やクラシック音楽、そして着付けやコーラスなどを披露し、訪れた人たちにその楽しさを伝えていました。客席では友人や知り合いの出演を楽しみに訪れた人が多く見られたほか、出番を待つ出演者も加わり、他のサークルで生き生きと活動する皆さんの様子を眺める姿が見られました。出演者の一人は、1年に1回大きな舞台で発表するのが楽しみです。うまい下手ではなく、日頃の取り組みの成果を発表する場所なので、やりきった時の達成感は何とも言えない爽快感があります。さらに出演することで生活に張りも出てやる気も湧いてきますと嬉しそうに話していました。また舞台裏ではスムーズな進行が行えるよう、各団体の皆さんが準備や片付けなどを互いに協力し合って、この市民祭舞台発表会を成功させていました。ここで皆さんにお知らせです。いなべ市文化協会の舞台発表会は2回に分けて開かれ、3月23日日曜日にはこの日発表を行ったサークル以外の25のサークルによる舞台発表会が行われます。ぜひご家族揃って様々な披露をお楽しみください。